こんにちは、バラ好きポッドです。今日は2021年5月29日の2、3日前から29日の夜までの様子を見ていただきたいと思います。そして29日の朝がこちらです。とても開いてくれました。感動です。ここまで開いてくれてとっても嬉しいです。初めてクリスチャンディオールの苗を買いましたのは2020年の秋ぐらいで、初めて裸苗で買ってしまいました。無謀なことに京成バラ園で2000円でした。それを初めて地植えで植えてみまして、本当にこれでいいのかどうかもわからなかったんですが、一生懸命やってみました。秋には葉っぱがついていたんですが、取った方がいいのかなと思って全部取ってしまいまして、4月になってから全然成長もしなくて、だんだん枯れてきているような感じだったので本当に心配しました。5月になってからやっと小さなつぼみが出てきて本当に嬉しかったです。そしてゆっくりゆっくりつぼみが膨らみ始め、やっと29日の朝にこの状態になった時はとても嬉しかったです。そうですね、右の方に つぼみもついていてとても可愛らしいです。こちらはミラーレス一眼で夜にも嬉しくて写真を撮ってしまいました。本日はご視聴いただきましてありがとうございました。またお会いしましょう。さようなら。